いらっしゃいませ。ああ。いらっしゃいませ。何がいいですか？はい、お願いします。チェーズ、乾杯。上流さんはスーツ以外だとどんな格好してるんですか？生まれたままの姿だ。私も家では全裸の時が多いんですよね。まあその方が気が楽になるっていうか。この間お友達と居酒屋行ったんですよ。そこで初めて食べたものがあるんです。なんだと思います？明太子だろ。大正解。魚の卵って本当美味しいですよね。ちょっと見た目怪しいですけど大好き。上流さん、ストリーマーってわかります？ライブ動画の配信者だろう。さすが上流さん、何でも知ってますね。そう、私実はライブ配信とかしてるんですよ。まだ誰にも言ってないんで、知ってるの上流さんだけです。また来てくださいね。いらっしゃいませ、ああ。上流さん、お待ちしてました。動画配信してると常に次何しよっかなって悩むんですよね。上流さんだったらどういう配信したいと思います？喧嘩配信だな。そんなことしたら大炎上しちゃいますよ。ダメですって。まあ格闘技の練習配信とかならいいかもしれないですけど。何がいいですか？はい、お願いします。チェーズ、乾杯。あれ、今日どうかしました？体調悪いです？大丈夫ですか？疲れたことなんてない。疲れたことがないなんて本当ですか？絶対に無理してる。上流さんって聞き上手ですよね。何でも話したくなっちゃうわ。
お前に興味があるからな。そう言われると今日はもう止まんないぐらい話しちゃいますよ。 You're gonna stay long tonight. Oh my god, a present? Thank you.来てくださいね。いらっしゃいませ。うん。ああ、上流さん、お待ちしてました。何がいいですか？はい、お願いします。 Cheers! 乾杯。私、日本のことをもっと知りたいって思ってるんですよ。だから旅とかいろいろしてみたくって。上流さんは旅とか行くんです？日本はいろんな街を回ったな。わお、素晴らしいですね。行ってよかったとことかあったら教えてほしいです。上流さんってモテそうですよね。かっこいいし、体格もいいし、背も高いし、イケメンだし、声も渋いし。確かにモテるぜ。やっぱりそうですよね。ライバルが多くて大変だ。上流さん、私目標を決めました。何だと思います？伝説のストリーマーになることだろう。そうなんです。伝説になれるかはちょっとわかんないですけど、でもみんなに愛されるようなストリーマーになりたいなーって。また来てくれるの待ってるね。いらっしゃいませ。うん。ああ。会いに来てくれたんですか？嬉しい。やっぱり持つべきものは友だと思うんですよ。上流さんは親友っていう感じの人いますか？ネットの向こうにいる。そういう関係もありますよね。インターネットの奥だからこそ真に仲良くなれるみたいな、ありますよね。何がいいですか？はい、お願いします。Cheers to you. 乾杯。
上流さんとお話ししてるとやっぱり強いって大事な要素だと思ってきちゃうんですよね。喧嘩とか強いんですか？俺より強いやつはいいね。そんなに自信あるんですか？でも一緒にいるときはちょっとやめてほしいですかね。私あんまり男の人と付き合ったことがなくて、なんかたまたまそういう機会がないっていうか、なんでかな。家から出ないからだろう。確かに家かお店かどっちかにしかいない。どっちかにしかいないし、お客さんはお客さんだし家は一人だし、だからか。また来てくれるの待ってるね。いらっしゃいませ。ああ。会いに来てくれたんですか？嬉しい。何がいいですか？お願いします。 Cheers to you。 乾杯。飲みすぎちゃったの。もう、気持ち悪くなってきた。水をたくさん飲むといい。お気遣いありがとうございます。やっぱ水はうまい。上流さんは付き合ってる彼女が浮気したらどうします？彼女の気持ち次第で決めるな。彼女の言い分を聞くのも大事だけど、いやでもね、浮気をしていい理由なんかあるのかな。あるのかな。また来てくれるの待ってるね。いらっしゃいませ。ああ。会いに来てくれたんですか？嬉しい。何がいいですか？お願いします。 Cheers to you。 乾杯。上流さんがもし私と付き合ったらデートはどこに連れてってくれます？大人の遊園地へ行こう。大人の遊園地って聞くんですけど。
私あんまり男の人と付き合ったことがなくて、なんかたまたまそういう機会がないっていうか、なんでかな。理想が高いんじゃないか。そうそう、影のある男っていうか、ミステリアスみたいな感じの人がいいんだよね。また来てくれるの待ってるね。いらっしゃいませ。ああ、会いに来てくれたんですか、フレジー。何がいいですか。はい、お願いします。 Cheers to you。 乾杯。私みたいに日本語が上手になりすぎちゃうと、言葉わかんないって言ってごまかすことができなくなっちゃうんですよ。日本人もよくやるから大丈夫だ。え、そうなんですか。え、じゃあ私もそれ真似すればまだまだいけるかな。上流さんは女性を口説くときどういうこと言うの。試しに言ってみて。面白い女だな。ああ、それ一番嬉しい。どうしよう、なんかオンリーワンっぽいセリフ一回言われてみたかったんです。私ストリーマーとして世界中の人と交流していきたいって思ってるんですよ。でも私のストリームでそんなことができるのか不安で。お前ならきっとできる。やったー、上流さんにそう言われると勇気出る。頑張って絶対人気のストリーマーになってみせますね。頑張ります。この後アフターとかどうですか。ああ、行こうか。やった。じゃあまた後でね。またしちゃいました。ごめんね上流さん。いや気にするな。飯まだだろ。寿司でも食いに行くか。やったー、お寿司大好き。 Thank you。 はあ、お腹いっぱいけどお腹ちょっときつい。これはまずいかも。飯食った直後だからな、少しは腹も出るだろう。いや、カロリー取りすぎた。まだ太っちゃう。そう言われてもな。どうするんだ。運動するしかないでしょう。食べたら運動。 Simply the bestうちトレーニング動画あるんで、さ、上流さん行きましょう。上流さん、お着替えできましたよ。一緒に運動しましょう。何言ってんですか、
一緒にですよ。運動する前はちゃんとストレッチ一緒にしましょうね。体をちゃんとほぐしてからじゃないと怪我しちゃうかもしれないですからね。さあ、しっかりやっていきますよ。1、2、1。ちょっと大丈夫ですか、上流さん。そんなペースで私ならまだまだ早くできちゃうんですけど。ちょっと遅れてません？1、2、1。もっと思いっきりいけちゃいますよ。3。結構重いんですからね。ほら、上流さんもちゃんとやるんですからね。あとで。もう無理。限界っす。さすが上流さん、まだまだ余裕って感じっすね。汗かいちゃった。あ、上流さん、よかったらシャワー一緒に浴びません？